津々浦々にこの戦争反対が行くような、そういうことで伝わったかどうかについて、彼女はちょっと首をかしげてるというふうなことをおっしゃってて、それは多分彼女だけじゃなくて、今まで難民問題に取り組んでる人たちはみんなそういう違和感を感じてるのかなというふうに思います。で、いくつもあの論点はあると思うんですけども、まあ、そういうものがやっぱり、まあ、あのちゃんと抑えながらあの、僕ら声を発していかなきゃいけないのかなというふうに、思ったりしています。なかなかあの、そのことをあまり強調しすぎるとあのまたあらぬ方向にこう行ってしまうという心配はあるんですけども、その辺のところ悩みながらやっぱり自分たちをあの今新倉さんに言ったその反戦、我らの反戦をどういう内容で語るのかということを考えなきゃいけないのかなというふうに、思ったりしています。何もしないのにいつも偉そうなことばっかり言ってるような気がしますけれども、あの僕の感想はそういうことです。まあ、なんか話の一つのきっかけになればいいかなと思って、あの珍しくマイクを握りました。もっと偉そうに言ってください。他にありますか？あの一つだけ付け加えると、これはおそらくみんなが持ってると思うんだけれども、今回のロシアによるウクライナ侵攻、誰も成功するとは思ってないよね。ロシアが思っていたことが実現するともおそらくないと思う。でそれもベトナム戦争当時からずっと軍事力による行使が、その軍事力を行使した人たちが求めているものを手に入れるってことはないんですよね。もうずっとない。イラク戦争だったってそうだし、みんな泥沼化に引きずり込まれて、その当事者がね、仕掛けた側が、でみんなもうなんていうのかな、どうにもならなくて投げ出しているわけじゃないですか。だから軍事力の行使っていったものが平和を構築しないし、人々を和解させないし、残るのはその憎しみだけだってことは誰でもが知っているのに、なんで繰り返すのかっていう、そこにね、なんだろう、基礎を抱えているその我々市民がですね、こうなんだっていうふうにズバリ言えたらどんなに楽かなと思うんだけれども、ズバリ言えないにしても、でもこうなんじゃないかっていうふうなことはやっぱり自分の言葉で言うっていうふうなことをぜひぜひそれ心がけたいなっていうふうに思います。今何分ぐらいですか？あれ、あ、まだまだあと3人平気だ。はい、今話せるよ、本当に。でもこの時間がもったいないよね。マイクテスト、マイクテスト。歌うんだったらできたじゃん、チロコ。はい、じゃあ、ロッドピースバンドです。アカペラでやります。Peace on Earth。Peace, peace, peace, peace on us. Peace, peace, peace for all the universe. 私たちの望むものは、ミサイルや銃ではなく、人間同士の信頼の力、私たちを守るのは財宝や銃ではなく、愛と希望と信じる力、残
の方もいらっしゃると思います。今日ゲート前で用意をしてきましたスピーチを、ざっと紹介します。というのも今日サイレントで途中でゲート前に行って皆さん何を言ってるかわからない、かつ、最後まで残ってないと何を言ったんだろうってことが伝わらない、かつそちらにいらっしゃる警察官の方にもぜひ私たちが何を主張しているかっていうことを聞いていただきたいと思います。今日何を言うかざっと言います。米軍基地の皆さん、基地周辺の皆さん、こんにちは。私たちは平和を願う市民です。コロナのパンデミック前には毎月1回日曜日の午後に音楽とともにデモをして平和と武力のない核のない世界を訴えてきました。今日は久しぶりにここに来ました。まずこの2年間のコロナ禍でたくさんの命が奪われました。そのことに対して、深い追悼の意思を表明したいと思います。国境、職業、階級、性別問わず全ての命に対して祈りを捧げます。パンデミックを通じて私たちの命がとても儚いこと、まただからこそ貴重であることを私たちは学びました。で、この2年間で私たちの誰もが実は本当に大切なこと、本当に必要なことというのは国際協力、十分な医療と社会保障、それからケア、お互いを思いやる相互扶助であることを知ったんではないでしょうか。皆さん覚えてますか？パンデミックの初めの頃、国連の事務総長がグローバル停戦を提案したことを。どうでしょうか？でも今は米軍は新しい大統領になってもますます中国との緊張を高めるような発言をしています。横須賀もご存知のように米海軍だけではなくイギリス、オランダ、オーストリア、次から次へと訳がわからないままにいろんな国の船が入っていることを私たちはとても不思議にかつ不安に思っています。私たちが本当に欲しいのは武力がないアジアの平和です。そうじゃないですか？中国の
軍事力も米軍の軍事力も実はいりません。本当に平和なアジアを目指しています。自分たちの手で作ることを目指しています。で、それから残念なことにロシアとの戦争が始まってしまいました。で、直接には日本もアメリカも今のところは関わっていないけれども、一方で自分たちの国で軍事力を持つべきだ、もっともっと軍事的な力を養うべきだっていう論調が日増しに私たちの足元で聞こえています。このことについて基地を持っている、基地を抱えている横須賀で暮らす人たちはみんな心配に思っています。そうじゃないですか、米軍の皆さんもそうじゃないですか。皆さんの家族のことを思ってください。コロナで苦しんでいる友人のことを思ってください。そうじゃないですか。もしこの考えに同意してくださる方がいたら手を振ってください。またできれば来月もここに来たいと思います。ではご清聴ありがとうございました。こういうことをゲート前で言うつもりです。多分英語が分かる人はいろいろ突っ込まないでください。はい、以上です。短くお話したいんですけれども、先ほど冒頭ですね、小室さんがお話しました横須賀市の決議ですね。あれ小室さんと別のお話をしてた時に、最後に私とお話をしてた時に、中井さんこういうのあったんだけどねっていう話があって、あそうなんだ、私もまあそういうこと気になるって言って家に帰ってもすぐに見まして、それで調べまして、横浜市議会も同じ決議を自民党が出していて、横須賀市も自民党が出していて決議を挙げたと。それで横浜市の方はいつもの採決ではなく、いつもボタンだそうなんですけども、今日なんていうか起立、立って採決をしてスタンディングオベーションをしたっていう報道を見まして、まあ、小室さんが言うその危うさっていうのは私も感じました。それで月例デモのメーリングリストの方にまあ、ちょっとバッと出したわけですけれども、今日はこの場でいろんなお話ができたこと良かったなと思って、皆さんと一緒にデモができること嬉しいと思います。よろしくお願いします。また、はい、ではそろそろ出発しますので、ボードを持たれる方、横断幕を持たれる方、よろしくお願いします。デモはサイレントで行う予定です。よろしく。今日初めて参加される方はちょっとルートを言いますと、このウェルニー公園の海沿いをずっと左の方に行きまして、自衛隊の地方総監部のところでアピールを行い、また戻ってきて映んないですけど、米軍基地の前でアピールをして、あ、よかったら一緒に歩いて中央駅の方に行きます。ぜひぜひよろしくお願いします。さっき歌う時にカメラ回した時に行っちゃったと思うんですけど、それでなんかマッシング大丈夫ですか。よかったらピースムーブ横須賀っていうツイキャスでやってるので、私たちピースムーブ横須賀で、この設置は比較市民宣言今やってるから、こっちはライブでやってるからあんまり話さない方がいい。それは別に問題ないと。ないの、あなたが言うことはね。私が言うことだから。ピースムーブ横須賀でやってるので、ツイキャスを見れば映ってます。はい、中継してます。ああ、この人もなんですね。すごい。新しい人が来ている。新しい人が来ている。ああ、新しい人が。あ、高田さん。高田さん、展示見ました。展示見ました。展示。ああ、ありがとうございます。よかったですね。すいません、一部なんかちょっと写真を送ってもらいたいのがあって、すごい大事なところボケちゃって、私が。いいよ。よかったです。あれ、9日からまたちょっと東京するか。見ますよ、ちゃんと。はい。力作でしたね。力作。っていうか、まああれ転用だからね、あっちの。いや、やっぱりほら神奈川の人に見せるためには一番さ、はい、基礎的なことから説明しないとした方が分かりやすいじゃん。GNF の展示について。GNF はかなり
みどりさんがさ、はい、岩沼さんがあの綿密に書いた手書き書を滝川さんと復帰さあの発見したっていうか、もう一回掘り起こして、なるほどねって分かったよ。素晴らしいです、はい、ういうです。あれ今を逃すともうやらないから、あと10年ぐらいやらない。そんなことないです。3、1日近くになったらやるとかさ、なくさないようにすれば大丈夫です。次の時はあそこのほら搬出の画像とかさ YouTube で上がってんじゃん、あのモザイク QR コードとか。うちのお母さんも言ってた、上手にまとめられてたのよっつって。ちょっと字が小さいよね。ああそっか、あれがあれだよ、あの自衛隊の新しい船、ナンバー2熊野ってやつ、あれあれステルス製だからちょっと不思議でしょ、形が。そうですね、ほんと、あれがあの要するに安いんですよ、安いっていうか、要するにすごくその運用を簡単にできるように、はい、まあ要するに今自衛隊員少ないじゃない、うんうんうん、だから船の乗組員が変わっても簡単に操作できるようにしてるの。そうなんですね。新しいあれが熊野だよ、熊野。おお、久しぶりだな。どこの高校生かと思ったよ。本当だ。いや、相当久しぶりだ。5年ぐらい。どれの熊野？あれ。あのまっすぐ。吉川さんだ。これ、右側の方？右側。あれが熊野。うん。今初めて。あ、初めてですか。よろしくお願いします。何で見てくださったんですか。いや、ちょっと知り合い。あ、そうなんですね。わあ、すごい。人を増やしてありがとうございます。なんか今日いつもよりも人が多い。これって何年続いてるんでしたっけ。何十何年ですか。わかんない、私も。あ、後藤さん、このレモン何年続いてるんですかって。何年ぐらい。このレモン何年続いてるんですか。みんなみんなすいません、もう伝言ゲームみたいになってます。伝言ゲーム全然入ってない。30年は中川さんに聞けばよかった。あー、今答えてくれる人が出てきましたよ。ごめんなさい、初めて参加で。ちょっと今日551回目ですから、551回目、12で割ると46年か。長。まだ僕がね、10代です。長いよ。コロナで、それは半分の休みだったので、やっぱりちょっと感染の状況があるし、で、私たちの親が感じて、それ以外はどんなに終わりにといてもパーフェクトにしてもあ、今日は30人より、すごい多い、いつもより最近は平均30度ぐらいの人に歩いてる。だから最近は比較的あのできるかすれば多い。まあ毎月30度に集まってくる。かわいい。どうしよう。ちょっと仲間が。Thank you.
東武道ね。東武道も3日ぐらい前ですね。でね、さっき話そうとしたこと言うと忘れた。小室さんの悪口ツイッターに書かれてたって言おうとしたこの間送ってくれたやつでしょ。そうそうそう、そういう世論がありましたって言うの言おうとしたの。信じられないみたいね。みんな勉強しろよ。信じられない。なんで横浜市議会も怖いと思いませんね。そのさ、いつもと違う採決方法をさせたって。そうでしょ。恐ろしい。何のためにでしょ。そう、あ、あれですよね、あの、なんだっけ、こうスタンディングオベーションがもうすでに筋書きされてた国会みたいな。ちょっと似てるよね。似てる似てる。やることあんま変わらないんだなみたいな。ね。返還物羊羹が見つけました私。この間なんかドブ板のお店で見つけました。そして私おーって言って。あそこの角のお店、はい、そうですそうです。なんかちょっと800いくらでいいお値段だなと思ったりして。いいようかな、私食べないよね。で食べた方がいいのか食べない方がいいのかもうわからないで保留にしていますけれど。そういうものにお金払うのは悔しいけど、いっぺんちょっとその手のお土産をたくさん買って食べる会議と。そうですね。えい。小島さん、この間ありがとうございました。いつ返事してないですか、またお話ししようと思ってて、ありがとうございます。いけないから、お疲れさん。この間お返事ありがとうございました。連絡が可愛いね、今日は。警察のものじゃなくて。桜が綺麗だった。映してます。英語は一応読めるには読めるからさ。あ、だから英語読めますか、高野さん。英語読めます。英語は読めます。本当ですか。じゃあなんかお願いしよう。もう私審査にどんどんお願いしてるんですよ。これとかで唐突に。
なんか学会の発表やっと終わりました。終わりました。だから、はい、よかった。時間があります。やっと、住民投票の会ってさ、はい、あの近日さ、会議やりましたっけ？あ、あります。はい。はい、あの札幌線でやるやつ。はいはいはい。はい、あ、そうその時。いつ次いつ。なんか次はいつ？今日とかじゃない。今日とかじゃない。まだチェックするの忘れてた。あ、はいはいはい。いつだったっけな、ちょっと。ね、いや今月中にもう一回やるはずなんだよ。ああ、え、あれ？なんかわかんない。もう一回見てみる。あ、綺麗だね。はい、キモさんここにいます。ここ。はい。すいません。リズボンが、70日ぶりぐらいに戻ってきました。1月13日に横須賀を出て、横浜市総務局のジャパンマリンユナイテッド株式会社諸母工場で、年次点検をやってました。改修工事じゃないのかって防衛省に確認したんですが、年次点検でございます、いうお返事でした。約70日の、後期を終わって戻ってきました。はい。でこの角度からは見えなくなっちゃったんですが、昨日の朝、見たこともない形状の、海上自衛隊のこれまでの艦艇とは一線を画するですね、ステルス性を、重視した熊野、という、フリゲート艦、がやってきました。乗組員90人で、これまでの護衛艦に比べると極端に少ない人数で運航可能な船ということと、機雷船装備、機雷掃海をするための、道具と、機雷を接するための、機雷とを、搭載可能だと、いうことになっています。で異例の22隻同じ船を作るということになっています。で多分ほとんど全てが、三菱重工が受け負うのではないかなと、予測されます。でインドネシアに輸出が、画策されてます。幸いなことにまだ具体化はしていませんけれども、そういう動きがあります。で先ほどお配りした自衛隊は何をしているのかに、その辺のとこは書きましたので、後でお読みください。それではアピールをやりたいと思います。ロシアはウクライナから撤退せよ、平和的な支援を、軍事物資の供与は憲法9条違反。ロシアのウクライナ軍事侵攻から1ヶ月が経過しました。原子力発電所を制圧し、港を抑え、住宅地への攻撃が続いています。ポーランドなど近隣諸国へ避難した人々は300万人を超えると報道されています。ロシアは直ちに攻撃をやめ、一日も早くウクライナから撤退すべきです。日本政府は3月8日、防衛装備移転三原則の運用指針を改定し、ウクライナのベゾニエフ国防相からの要請に応え、防弾チョッキを自衛隊機で送りました。産経新聞の報道によると、国会で防衛省が明らかにした提供物資の数は、防弾チョッキ1900着、ヘルメット6900個、テントですね、240個、カメラ50個、これらはすでに自衛隊機や米軍機、民間物流会社などを利用して近隣国、を経由して、ウクライナ政府へ提供されたと。他の物資についても防衛省は提供を検討している、ということになっています。こうした防弾チョッキをはじめとする軍事物資の紛争当事国への供与は憲法9条に違反します。